ウィズチャンネルをご覧になっている皆様、お疲れ様です。ニューレディの肉の麹肉よです。本日もウィズ編集部に寄せられたお悩みにふわっと回答していきたいと思います。よろしく。うちは授かり婚なのですが、当時結婚をするか迷っていました。結婚前に夫はギャンブルにはまり、友人たちに400万円の借金をしていたからです。かっこ授かった後に知りました。それでも母一人よりお父さんがいた方がいいと思い、夫も改心すると決意したようだったので結婚をすることに決めました。借金がある状態では結婚式もできないよなと思い、覚悟の末私が全額返済しました。それから5年、我が家には子供が3人います。ある時夫のギャンブル依存症が再発していたことを知りました。夫は大手の会社で安定した稼ぎ、私は中小企業の正社員で平均年収ほどの稼ぎです。子供にお父さんがいた方がいいのは分かっていますが、お金のトラブルに子供を巻き込むわけにもいかず、肉代さんの夫婦関係に見切りをつける基準はどんなことだと思いますか？新浦安にお住まいのガーコさん、34歳の方からのお悩み相談でした。新浦安ってね、東日本の震災の時には液状化問題などで一時的にね人気は落ちたんですけども、最近ではねまた人気が復活していて、暮らしやすいっていうことで評判ですよね。通勤する方にとっては新木場であるとか、あと八丁堀でね地下鉄にね乗り換えることができるんですよ。そうするとね、丸の内以外の東京のオフィスなら意外とねスムースに着くんですよね。丸の内でも、まあ、10分くらい歩くくらいだったらちょうどいい運動になるんじゃないかなって私は思うんですけどね。そんなね人気の街新浦安に家族5人でお住まいで、一見幸せそうに見えるガーコさんなんですけども、相談内容は割と重めですね。お子さんが3人いるけども、配偶者の方がギャンブル依存症の疑いがあるということで、これからお金もかかる、育児費用なども考えて見切りをつけた方がいいのかどうかっていうことですよね。まずね、相談文を読んで、お子さんがね3人いらっしゃるっていうことで、夫婦仲はねいいんじゃないかなというふうに私は思いました。結婚前にね割と重めの結婚解消に至ってもおかしくないような要件を突きつけられた後で、お子さんをさらにお二人も作られているということで、ガハコさんの配偶者さんは欠点がありながらもとても魅力的な人なんだろうなというふうに思いました。しかしながらギャンブル依存症については、正直なところ私の範疇を超えていて、心療内科もしくはメンタルクリニック案件です。まあ、どの程度お金を使っているのかとか、どのくらいの頻度っていう情報もないので、なんともこの点については言えないところなんで、まずはね適切なクリニック病院に行って叱るべき診断を受けるというのが第一歩ではないかと思います。クリニックに行けって簡単に言ってみたんですけども、まずクリニックに行くこと自体がハードルが高いっていうのはありますよね。配偶者の方は大手の会社員ということで、おそらくしっかりした一面も持っていらっしゃると思うので、そういう方はプライドが高いから自分の負の側面をなかなか認めたくない方も多いです。私だったらということでお話をすると、まずは客観的な証拠をつかみます。お子さんがね3人いらっしゃって、ガーコさんも働いていらっしゃるようなので、時間がない場合は外部探偵なんかですねに依頼してもいいと思いますが、とにかくまず写真や動画で現場を押さえます。客観的な事実を突きつけられて、そのことを相手が認めれば一緒にクリニックへと行きます。費用が惜しいと思うかもしれませんが、自分で撮影するとそれはそれでね嫌な思い出が残りそうですし、第三者が入った形で事実を突きつければ相手がグーの音も出ない状態になるからです。そこでね、夫婦の信頼が崩れた、信用がなくなったと配偶者に言われたら、最初に信頼や信用を裏切ったのは配偶者の方だというふうに言って、それでも切れるようなら見切りをつけます。好きだから、愛しているから、
直してほしいから第三者まで介入して自覚を促したかった。その思いが通じないようなクズであればもう一緒にいる価値なんかないんじゃないでしょうか。別れましょう。まあ、私自身はね、ギャンブル依存になったことがないんですよね。で、まあ、パチンコもね、やらないし、競輪も競馬もね、あと競艇もしません。だから正直なところね、ギャンブル依存症の人の気持ちっていうのがね、ずっとわからないんですよね。頭がいい人でも依存は起こるので、頭の良し悪しというのも依存には関係がないですよね。アドレナリンなどの分泌量の関係で熱中しやすい人やそうでない人もいるのかもしれません。まあ個性ですよね。だからハマりやすい人はハマるものによっては大成功をしたり人類の役に立ったりするのかもしれないんです。といってもね、私のような独り者の女装と違ってお子さんを3人抱えているガーコさんの配偶者さんはそういう性分だと諦めて野放しにするわけにもいきませんよね。ガーコさんがまたもお金を出して解決というのは今回は絶対絶対にしない方がいいと思います。配偶者にとっては結婚前の借金チャラの成功体験があったからギャンブル依存症が再発したのではないかと思っています。ギャンブル依存の傾向がある人には私もお金は貸しません。ガーコさん自身が頼られる快感に浸っているのではないか、悲劇のヒロイン願望はないかということはよく考えてみてください。今度はお子さんを抱えている立場なのでお金で解決しないでクリニックやその後のリハビリで解決するか、それが難しい場合には別れるか、それしかないと思います。よろしかったらこれからもチェックをしてください。高評価ボタンを押してくださったら嬉しさのあまり、映画肉体の門のワンシーン、仲間のお金を使い込んだ西川峰子さん演じる菊間真知子に足川よしみさん演じるミッチが怒りをぶつけるシーンを再現します。あたい倍にしてやろうと思ってズケんなよギャンブルにはまる人はね、取り返してやろうとして深みにはまるっていうのがこのシーンからでも勉強になりましたね。皆様からのいろいろなご相談もお待ちしています。回答する時のヒントになるので、お住まいの地域とペンネームと年齢の情報なんかがあると大変助かります。ではまた相談室でお会いしましょう。バイバーイ。